こんにちは、あさです。このチャンネルでは幸せなお金持ちマインドがインストールされて、あなたの日々の選択が変わることで理想の未来を作っていける動画をお届けします。ぜひチャンネル登録、通知オンでお願いします。というのも、継続的に見ていただくことで効果があります。人って日々何を見ているか、何を聞いているか、何を感じているのか、どんな環境にいるのかで人生が本当に変わっていきます。ぜひこのチャンネルをその一部にしてみてください。今日は自分に自信を持つ方法ということで、自分に自信を持っていない人が現実創造、願望実現、引き寄せの法則ってうまく使っていけないんですよ。なので、まず自分に自信を持つことってすごく大切です。で、自分に自信って最初からあるのかっていうと、どうだろう、自分に自信を持つっていうのも自分でこう作っていくことができます。今の時点で私自分に自信ないんだよねって、私何やってもうまくいかないんだよね最近とか、なんかうまくいってないなみたいなのってある方もいるかもしれないんですけど、自分に自信をつけて、私ってめっちゃ何でもうまくいくっていう自分になることって今からでも全然できるので、ぜひこれを実践してみてください。で、私が自信を持つためにやってきたことっていうのは、自分との約束をしっかり守ることなんですね。で、本当にちっちゃいことでいいんですよ。歯磨きができた、守れた、できたっていう、このできたを積み重ねていくことが確固たる自信になっていきます。なので、朝の習慣に取り入れたいこと、昨日の動画でお伝えした、感謝、あるものを見る、あるものを見つける、そして感謝するっていう習慣を朝一にやった、そしたらできた、わーすごい、私すごいみたいなできた、できた、できたを積み重ねていくんですよ。ですると、勝手に書き換わっていくというか、あ、私できるっていう、なんか自己洗脳みたいな自己暗示みたいな感じになって、本当に何でもできるような思考、何でもできるっていう、なんかもう自信になっていくんですね。で、そうすることで本当に何でもできる自分になっていきます。で、それがまたさらに積み上がって、どん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 ステージの高いことというか、どうやったらできるんだろうって今は考えもつかなかったようなことが積み重ねでできるようになっていくので、本当に小さいことでいいので、変わられた、歯磨きできたとかでもいいので、そっからでもいいし、例えばちょっと朝散歩する習慣をつけたいなと思ったら、靴が履けた、できたみたいな一歩出れた、できたみたいな感じで、できた、できたをぜひ積み重ねていってください。で、逆にできない、できない、あーまたできなかった、今日もまたできなかったを積み重ねていくと、できない自分を作ってしまいます。よくね、聞くのが、なんか学びたいことがあると、動画で学ぶみたいな講座があって、それを毎日ね、ちょっとずつでも見ようと思ってるのに、できなかった、あ、今日もできなかった、できなかったってなると、本当にできない自分になっちゃうんですよ。だから、例えば家事があって、子育てがあって、会社があってっていう中でも、それよりも何よりもできたっていう積み重ねを優先しないといけないです。なので、しないといけないことってないけど、人から言われてそうしないといけないことってないと思うんですよ。でも、自分の中で理想の自分を叶えるために、自分に、ある意味強制力をかけていく、魂から肉体に対して強制をかけていくみたいな感じ、魂に従って生きていくためにっていうところで、やっぱりね、しなきゃいけないことって正直あると思います。自分がね、自分が自分にしてあげたいこと、してあげるべきことみたいな感じなんですけど、で、なので優先して、やっぱり1分でも2分でもやりたいことっていうのができたら、もうできたになるじゃないですか。それを、でもね、間違ってほしくないのは、1分しかできなかったにしないこと。1分もできた、やったー、またできたが積み上がったーみたいな感じで日々積み上げていく。そうすると、気づいたらなってます、何でもできる自分に。これをぜひ一緒に積み上げていきましょう。それでは今日はね、できたを積み上げていこうっていうお話で、そうすることで自信がつく、自信がつくから未来が作られる、理想の未来が作られていくよっていうお話でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。あなたの人生に光が満ち溢れますように。あさでした。またねー。
come